はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブはライブ、原始編ですね。続きをやっていこう。あれ、ゴリさんどこ行ったんだっけ。まあとりあえずここに姫がいそうだから、つっついて、熱くはないのか、別に藁かぶってて。こいつの出生地が気になるな。どっから来たんだ。誰だ。ゴリさんが吹っ飛ばされた。肉。疑いはすぐ晴れたな。お腹減ってんのか。そうだよね、お腹が鳴ってるんだよね。結局肉が必要か。よくお腹減る子だな、この子は。育ち盛りか。横島なことしか考えていない。そのために肉を手に入れる。来いゴリ。あ、ちょ、待って、今目的地がでもあそこになってたよね。あいつなんで倒れてんだ。一応一回ちょっとじゃあ話しかけていこう。食えるもんはないな。ありません。なるほど、じゃあ肉を手に入れてこよう。単純に貯蔵庫に行けばいいっていうものでもなさそうだけど、貯蔵庫へ向かうか。こいつなんで倒れてんの。行ってしまった。ちょっと合成屋さんも行きたいっちゃ行きたいんだけど、今見張りはいないけど、普通の肉もないな。怒られた。ここの肉もない。これで焼けないのかな、お肉。上手に焼けました。さて目的地がわからんぞ。そうするとだってこの目的地は肉をあげるための目的地でしょ。あれ、こっちってどうなるんだっけ。ああ、単なる寝床か。で、ここは、あ、ここはあれだ、賭博場みたいなとこだったな。これでなんか肉手に入れられないかな。あ、これ少ない方を選べって言ってんのか今。はあはあはあ、左の方が少なくない。どっかで出てきたんだこいつら。オッケー。木の棒とか骨、角、結構でも入るな。すげえ、なんか全種類手に入るみたいな感じだね。これでもどんどんいろいろ鍛えてやっていくといい装備とか作れそうだけど、今は肉を手に入れることが先決だ。だって話したってさ、なんだよこいつ、ろくなヒント得られないかな。どうしたの、なんか、どこ行く。謎すぎる。で、左は長老でしょ。
外行って肉を手に入れるか。ここはいけない。あ、待って待って待って、そういえば、うん、匂いとかお肉状で匂い使って何か意味あるかな。隠された肉を探せ、強奪しろ。なんもない。これもだってないよね、特に。肉出てこい。ダメだ。肉は自分で調達するしかないか。狩りに出かけよう。狩りの時間だ。あれ、外出してくれる。そもそも出してくれた。いるね。鹿、もう鹿の肉で我慢してくれ。げっ、イノシシになってる。しかもオスメス。ドカドカ。あれ、一発ミスった。ゴリさんはこっち。68、40。やばい、ちょっと武器が。しかも反撃してくる。武器が欲しい。ドカドカで20、20。倒せん。砂浴びって何。げえ、なぜ回復する。これボコボコはどうなの。30。2回攻撃した方がいいな、これ。でもレベル上がるっすよ。骨肉手に入れたよ。骨肉じゃダメなの。ウホップって何。やっぱこれレベル1上がるとめちゃくちゃ強くなんな。もう一回ちょっと戦いだけ戦おう。鹿ここにいる。あれ、いなくなってしまった。こっちか。コロワン、フォープ、おならの匂いでそっぽを向かせる。ダメージは入んないか。コロワン弱えな。かわいそうだ。仕方がない、これも弱肉強食の世界。弱いものはこれ。ドカドカさ、なんか一発ずつとかできないか。すまんな、俺たちの糧となれ。だけど全然経験値に入んないわ。もう一個ちょっと骨肉が欲しいんだよな。動いてんの か、 なんかこっち行ってんな。これじゃないの。来た、アーケテリオみたいな。これどう、ウィーク。ちょっと待って、どういうこと。あ、ちょっと待って、ドカドカした。あれ、なんで今2ヒットした。どっち使った俺今。んがー、装備充実させたい。どか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 って言ってんだ、今さらだけど。ゴリさんまだレベル上がんないな。まあいいや、骨肉2つ手に入れた。これでちょっと戻るか。うわ、離さないと。え、中へ行けない。
お姫様、骨肉でよろしいでしょうか。お口に合うかな。どう？喜んでるよ。やばいな、こいつは将来尻に敷かれそうだ。でお腹いっぱいになって目的地が変わったな。こっちになってる。で上だけどちょっと合成屋さんに行きたい。え？で牙とか角とか牙、獣の牙に、なんだこれ全部いけんのかな。なんかいちいちこのさアクション見ないといけない。花飾り、これ何、こっち、え、なんだ超今の何？待って、硬い石に木の棒は？あれ硬い石に木の棒ってやったっけ？硬い皮、獣の角に木の棒は？ちょっと防具も一つ作っとくか、毛皮系で。ツンツン槍。これさ、これ何なの？何の意味があるの？え？ん？とか言ってきてるし。で、川に、川に川は？川に、いやもう毛皮だろ、ん？毛皮にさらに硬い皮をつける。ん？つけ、胸毛とか。え？ん？え？え？え？もうまもうやめるってこと？木の棒に毛皮。ん？うわ！メラメラ棍棒だし。え？ん？あ、これ右はもうやめるってこと？そうだな。それだけか。なんか武器とか防具かと思ったけど。じゃあドカドカ斧からメラメラコンボ弱えじゃねえかよ。他装備で防御力もアップするんだ。え、ここは？あ、すげえ上がる。兜と獣の角、ああ足とはない。お任せ装備やってみる。おお、ツンツン槍が強いのか。攻撃は下がるけど物理攻撃力がめちゃくちゃ上がるな。攻撃と物理攻撃力の違いがマジでわからん。これなんか手に入れたね。花飾り、特攻が上がるな。特攻と特攻防御が、あ、これ普通に良くない？じゃゴリさん、あ、ゴリさん装備ないんだ。なんか最初にそんなこと言った気がすんな。じゃあ完全にお任せ装備でいいじゃんっていう。まあいろいろ試せればいろいろ試していきたいけど、とりあえずはこんなもんでいいや。だいぶ戦力アップにはなったと信じたい。あ、上がいけるようになってる。これはまた別の外か。うん、なんだ。うわ、引かれた。侵入者だ。簡単に突破されたな。まああんなもの持ち出されたらしょうがないよな。え、しかも逃げんの。おお、やられている。なあ、
鐘楼。女を見なかったか。女？知らん。どこだと言ってるんだ。いた。簡単に見つかったな。え、どうすんの？いや、行くよ。装備も整ったんだ。これマジでどうやって動いてんだ？めちゃくちゃ速いし。そしてこの縄は相変わらず簡単にほどけるな。さてこの後どうする？あれ、うちらみんな復活してんの？みんなっていうか下の人たちね。総力戦だ。ワタさん。多勢に無勢だな。ただ複数攻撃できるものがないからな。空族って言うんだ。まあとりあえず蹴っ飛ばしとく。弱点とか耐性とかはなさそうだから。どかどか強い。無双できるぞ。なに、飛距離攻撃はずるい。てか回復ある。あ、肉か。肉で回復できるのかな。40は弱いな。いや、当たらなければどうということはない。強い。ゴリさんはもうちょっとポカポカ おいおい、姫さんに攻撃するのか。いや死ぬ。いやだが一人でちょっとなんとかしてもらうぞ。4回攻撃。ベルって言うの？あれ、それも見たか。いや弱っ。てかこいつは回避率高っけえな。単発で行った方がいいのか。いや、かわされるな。いや、骨投げ強え。ゴリさんがな、当たんねえかんな。敵の能力下げ、どうなんだこれ。数を減らしておきたい。35か、硬い。いえ。やーべえ、強え。定点でどうなの ?23 当たる。いや、当たらない。そもそも攻撃が当たらない。姫さんやられた。一発でも当たれば勝てる。勝てると倒せる。むしろ2発当たらないと。あ、だから倒せねえかな。一撃で。で、一歩下がっていけるか。
ちょっと待って、よし、2発。姫に何をする。殺された。君の死を無駄にしない。俺が仇を取る。勝った。獣か、めっちゃレベル上がってない。グーグー、よし、浮き。こいつあんまり上がらないな。上がりが良くない。あ、そうか、まだ最後の砦が残ってんのか。しかも帰るんだ、一人残して。いいだろう、今日のところは見逃してやる。次会った時はこうはいかん。さらばだ。戦う、やるじゃないか。この状況で戦いを挑んでくるとは。ザキ、一撃で殺されそうだ。名前的にグーグー眠らせる。弱点ある。耐性毒、毒っていうか速歩を向かせる。効くのかな、そもそもっていう話だよね。あ、なんかここにしかいかない。どういうこと。寝ろ。6、あ、それ寝ないよね。ガガンゴ。しかし袋叩きにすれば問題ない。切ってない。ブンとあれを投げる。反撃あんのかよ。いけ、しかも広範囲じゃねえか。反撃、反撃やるときついんだよな。エルちゃんが大して強くないかな。しかも早えな。やはり体勢を下げる必要があるか。アイテム、あ、石とかどうなの。範囲が難しいな、これ石。こっから石投げられる。投げる、硬い石投げてみる。どうせだ。えらい。強い。てか、早い、マジで。ゴーリさん、やられる。これ、マジ。能力を下げるわけじゃないかな。まあ、威力小、貫通タイプ。やってみっか。チャージありか。これちょっと骨肉、あ、能力上がるじゃん。骨肉食って中回復ってかなり回復するからな。ほら、これ骨肉重要だぞ。これいや、状態以上にはならないよな。でもこれだったら能力上がってんのに。いや、もうこれは駆使するしかない。投げよう。くない？早い、マジで早い。ゴリさん、これまだ耐えられる。能力が上がってるうちになんかしたいけど、普通に攻撃するとこれ反撃食らうんじゃないっていうね。171か。まあちょっと2回蹴ってみっか。肉食うのはありだけどな。あ、あっちにやったな。で92、53、あと蹴りを2回出ればいけるはずだ。めちゃくちゃへばってんな。ベルはちょっともういいや。パスでドカドカだな。蹴り殺す。まあ、3対1が1対1だったら絶対無理だったわ。あんまり経験値は手に入んない。ベルちゃんがなんか回復魔法的なものがあれば全然いいんだけど。そいつは誰だ。
ダメ。お願いします。ダメ。ひどい。連れてけ。牢へぶち込め。どこに連れてくる？いや、完全に外に出されたな。追放か？ここはそれなりに頑丈だな。追放された。仕方ない。もうこんな村に用はない。新たなる地へ旅立とう。というところで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。